自由党小沢一郎、安倍政権がクーデーターを連発している。先日、自由党の小沢一郎代表がツイッターにて、このような発言をリツイートしてしまいました。2014年の九条改憲クーデーター、2015年からのアベノミクス統計偽装のクーデーター、2017年からの国会派遣クーデーター、権力による クーデターが明確。安倍政権はオリンピック後にファシズム化へ。国会論戦で野党は歴史観と危機感が必要。日本の運命は参院選次第、立憲民主党、枝野氏の責任は重大だとなっておりまして、何を言っているのかよくわからないんですが、えー、こちら、クーデターとは暴力的な手段で発生する政変であり、 そのようなことが2014年、2015年、2017年にかけて3回もですね、起こっていた、日本で起こった記憶は一切ないんですけども、皆様には終わりでしょうか。もうこういった意味不明な発言をしてしまうほど、自由党は小沢一郎はもう終わってしまっておりますので、今後行われる全ての選挙では、 自由党には自由党の候補者には絶対に投票しないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。